では、えー、パート3動画をいきますパート3動画ですえー、今日は方程式と不等式を解きますパターンは2つえー、この前やった1から5を使って真数同士の比較に持っていくパターンと2次方程式みたいにやることです OK でその時に一番初めに説明した真数条件 m が0より大きい。m っていうのは大きい数字のことね。大きい数字が0よりも大きくなることを忘れないことです。あとは、底の大きさについての注意が必要です。これは不等式だけだけどね。必要になるので、それを知っとってくださいね。そこで例題がここに3つ。いきますよ。1個目。ログ2の x プラス1、たすログ2の x イコール1です。まず、これ、A パターンね。A パターン。まず、 左側はログの2に合わせます。足し算は掛け算ですいい。右側1はログ2の2ですよってすぐ出るかね。同じ数字になったら1だよね。同じ数字になったらねで。同じ数字にします。で、左にもログ2が先頭に1個だけ、右にもログ2が先頭に1個だけだったら、このログ2は取ってもらって構いません。いい ってことは、x プラス1、x イコール2。展開すると x2 乗足す x。左から移行してイコール2。これはただの二次方程式なんで、えー、プ,ラプラスの2か。プラスの2とマイナスの1か。で、x はマイナス2と1になるよね。 で、これどっちも答えじゃないんよ。なんでかって言ったら、真数条件ってのがある系なんよ。真数条件今回は、これ見るとね、x プラス1と x って書いてあるでしょ。ログの後ろね。これが0より大きくないといけんってこと。これの共通範囲。ってことは、x は0よりも大きい数字じゃないと答えとして認めないってこと。ということはこれマイナスにおかしいよね。だから答えは1だけってことになる。 この真数条件意外と重要なのね。OK。これは不等式にも同じことが言えて、不等式の場合ね、まあ、解き方は基本同じです。まず、合わせるよね。あ、間違えた、こうだったね。で、3は、 3の後ろにログ2の2、1を掛け算してください。3の後ろに同じやつか書けばいいけね。で、えっ、ー、と、どうしようかな。これ展開しとこうかな。2乗マイナス 8x プラス15。で、えー、これは、こうします。こうすると、左側、右側、ログ2、ログ2になったから消すと。 消すんだけど、定の大きさに注意しろって書いてあるよね。定の大きさ2より大きいので、2ね2。2は1より大きいので、不等号の向きが同じでいいよってこと。これがもし2分の1とかだったら不等号の向き変えなきゃいけないってことね。OK。で、x2 乗マイナス 8x。これ8なんで、移行すると、えー、プラス7になるのいいかな。 で、不等式を解きます。マイナス7、マイナス1。で、0より小さい。ってことは、こいつの範囲は、これはできるようになっとってよ。これがまず出てくると。1と7の間がまず出てくる。で、真数条件見えへけ x マイナス、ええか、x マイナス3が0より大きいのと、x マイナス5が0より大きいのも考えなきゃいけない。これが真数条件だよね。ってことは、 X が5より大きいになるのがわかる。こっち側からね。こっち側3より大きい。3より大きい、5より大きい。だったらこっち選ぶかな。で、X が5より大きくないと答えとして認めないだから、この中に答えとして認めない奴が何人か多最後の答えは、こう書かれ。5と7の間ですよって答えに。OK。意味わかってきたっラスとね。 こうなっとった場合。ね、そうしたらええー、と。これログ2の x を a と置いて。えー、式を変えちゃいます。これが二次方程式の形に持っていく b パターンね。で、これを解くわけよ。これたす。わ逆だねえ。こういうのも、まああの復習をしっかりやっとくということだよね。マイナスとプラスだから。 a はマイナス分のと3です。で、ここでログを元に戻すと上に書くよログ2の x がマイナス2分の1と3こっちから解こうかこれ x はどういうことかって言ったら x は2のマイナス2分の1乗なのでマイナス二分の一乗はまず 逆数で、えー、こいつルートなんでルート2分の1ってことまあ有利化するかしないかはその時の流れによるのね今日は有利化しない。でもう一個の方はログ2の x イコールごめん間違えた。イコール3だから x は2の3乗なので8と。なので今回答えは x はルート2分の1と8ってことになるのね。 OK。元に戻して計算し直さないといけないってことなんじゃ。これをしっかり覚えとってください。いいですかじゃあ、パート3の最後に行きましょう。最後は常用対数ってやつです。常用対数は、定が10である対数のことです。で、これを使うと、ここではね、定が10である対数ですよっていうのが問題なんじゃなくて、これ使うと、桁数と0の数がわかるよって言いたいんです。 Okay、これだけじゃこれだけなのね。でこれ覚えとってこれ N って書いておるねごめん。えー M 桁の整数だとすると M が M と M プラス1の間にこのログ10の A っていうのが入るはずなんで。例えば2の30乗の桁数を考えましょうって言われたらまず何をするかというと、えー、この2の30乗の前にログ,をログ10をつけます。 ログ10をつけます。で、こいつを計算していきます。30、ログ10の2ってします。で、ログ10の2は教えてくれます。これ絶対教えてくれます。0.3010って教えてくれます。だから30、30×0.3010 をします。やってみればいい。0.3010×30。30 しえー0じゃろ31が3の0の9で0を落として123ここだねじゃあ9 0 3ゼロ9 0 3 9 0 3っていうのはこの数字からいくと9.03はえっ、ー、と9と10の間にあるよね かる9と10の間にあるからこいつは10桁なのね。いいこれ書き方がおかしい。こういうふうになります。これを覚えたこっちに覚えたこっち、ね OK、で逆に。 0でない、0. 0.000零零ララララララ1みたいな感じで、これがいつ出てくるでしょうっていうのは、このように表あこれよりも問題見と三3分の1の30乗だった場合は、まず何をするかというと、ログ10をつけます。同じこと。今度は、まず、まずだって、まずが多いね。この次に、3のマイナス30乗と考える。 大丈夫逆数はマイナス上だけどね。で、これを前に出して。ケ、okay、ー。で、0. 60の3、0.4771、絶対教えてくれますから、これを計算します。0.4771×3、21、23、えっと、10、23、14。 十四、ゼロをつけて小数点四つだからここ、えー、だからマイナス十四点三一三でいいのかなでこれはマイナス十四と十五の間なのでえっと小数第十五位とまあ要はね これプラス1なんよ。これプラス1なんよ。こっちで覚えとって。ここの式はちょっと怪しいんで、ごめんごめん。ちょっと図が怪しかったので。プラス1、プラス1で覚えとって。OK。対数はパート3で以上です。あとは問題たくさん解いてね。やってください。以上です。ありがとうございまた。